そうそう、あの春バロにね出させていただいたんだよ。あの渋春さんにね声かけていただいて、いや最初ねマジでね出るかどうかもね実は結構悩んでて、どうしようかなみたいな。私あの春バロ1をめっちゃ見てて、実際にそういう意味では想像はつきやすかったかもしれない。いやでも実際ねすっげー優しかったね。最高のチームメイトに恵まれたと思ったな。コーチもそうだし、今回結構神バランスだったと思うんだけど、ハルバロ。それ絶対理由があって、渋春さん、まあ、渋春さんっていうかまあ運営さんから連絡が来て、結構詳細に書いてね送ったんだよ。まあ、私は得意なのかもしれないけど、その FPS 配信とかあんましてなかったから、例えば私だったら 2,3 年前からバロはやっていて、結構がっつりやってました。で最高はゴールド2まで踏んでました。その後しばらくやっていなくて、ここ最近だと、そう、あのここ直近1ヶ月のプレイ時間とかも聞かれるの。だから7月は数千しかやってないし、6月は全然やってませんとか、5月はやってませんとか、まあ要は私復帰勢なんだよね。いやでもだいぶ昔ね、だいぶ昔2年前ぐらいかなに踏んでる踏んでる、ゴールドには1回でもそれも伝えてる、運営さんには。で今ブロさんですよって伝えたし、あとフルパの経験とかはほとんどないですとか、なんかそういうのとかね結構こと細かに聞かれたから、だからこそのあのバランスなんだろうなとか。いやマジね、それこそあのチームメイトの話になるんだけどさ、パッサンは本当にランクも行ったことなかった子で、私がさ練習しようとか思ってログインするとスイフトやってんだよいつもなんかランクは長いんだって。だからスイフトとかやってて、なんかランクもついてないの、ノーランクなんだよパッサン。あれだけやってなくてあんなに順応するって。オーバーウォッチめっちゃやってるみたいな話をちょっと聞いたことあるな。初日さめちゃくちゃジャンプ癖があって、すごいジャンプしてたんだよね。でそれがなくなってからすごいね、なんかキルも増えたし、あとやっぱスキル絶対入れてくれるのが良かったね、パッサンは。めっちゃ頑張ったと思う。あとなんかいつも明るく声かけてたし、なんかめっちゃ上手いところもいっぱいあったからなって思った、タイジさんはマジで背中でかかったよ、上すぎたゲームセンスが。いやまあ元からねもちろん知ってはいましたけど、えなんでこの画像だったんだろういやマジで背中でかかったから、もうなんとか合わせようという気持ちでいっぱいいっぱいだったけどね私は。とりあえずでなんか一緒のとこ守ること多くて、バインダもさ一緒にずっと A 守りだったし、ちょっとごめんスルメジャーキー食べてる、うん、A バサミもさシャワー一緒だったし、だからなんだかんだね一緒に行動することが多くて、だからまあもうついていくの必死だったよあと動きの指示してくれるのがね良かったよね本当に。うん、いろいろ視点とかも見てさ、タイジさんのジェットのスキルにこう覗いた後こうピュピュピュってこう横に移動するスキルとかがあるんだよ。そういう時とかはあんまり近づかない方がいいなとか、その私がボディーブロックしちゃってさ、タイジさんが戻れないとかになっちゃったら大変だから、邪魔にならないけどカバーが取れるようにだけはしようみたいなことは思ってたね。その大地さんが削って残り10ぐらいの敵をパンみたいなのとかも何回かあったし。そうでキルマさんは、キルマさんが相場でマジで良かったと思った。あの相場ってねオタクがやるもんなんだよキルマさんオタクだったわ。1日目顔合わせしてキャラピックが決まるじゃん、相場ですってなったその次の日にもう何個定点覚えてきてるか。そうなんか相場ってね、あの離婚って言ってなんて言えばいいの、なんかピー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 みたいなやつ出すんだよ。そのピー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 って出すその角度によってなんかどこに刺さるかみたいなのが変わるわけで、しかもなんかそのバウンドも1回か2回かまでさせれるから、そのピーンって止めるかピーピーって止めるかピーピーピーって止めるかなんかいろいろね選べてめっちゃ大変なんだよね。でも超重要なのそのピーンが、そのピーンがあることによって味方が、そう敵の位置が見えるやつ、そう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 敵の位置が見えるやつ、あれをね覚えなきゃいけないの相場って役は。あとなんかショックダーツだとか言って
なんかビリビリってなるやつがあるんだけど、あれもあのペーンビリビリってやるか、ペーペーンビリビリってやるか、なんかその辺なんかマジでね、角度が超大事で、私は本当に尊敬する。相場使いはマジで相場がキルマさんでよかった。あ、でマンサヤちゃんね、マンサヤちゃんはマジでね、太陽だったね。みんなガチでやってるからさ、そりゃさ、ラウンド取られたりとか、うまくいかないことが続いたりとか、何の作戦やってもさ、止められるとかさ、続くとさ、空気ってやっぱ悪くはなるもんなんだよ、ちょっとはね。なんかそこでさ、このマンサヤちゃんがさ、めっちゃさ、大丈夫、大丈夫、いけるいけるとかさ、ああいう声かけ、すげえよかった。めっちゃ盛り上げだったね。でもマンサヤちゃんはね、やっぱね、ティア1の理由っていうか、めっちゃわかる。大会慣れしてる。すごい。フルパ慣れも多分してるだろうし、FPS 慣れも多分してるんじゃないかなって思った。報告も丁寧だし、わかりやすいし、やっぱ報告とかはね、私もほんと初だから苦手っていうか、やっぱうまくできないところっていっぱいあったから、すごい雰囲気良くしてくれた。あと個人的にすごい面白かったのが、アセントの B に入ってた時にさ、バックが心配で私が、バック危ないよとかって言ったんだよ。さあ、マーサヤちゃんが、オーメンっていうキャラだったんだけど、マーサヤちゃんは、オーメンは、エリアのどこにでも飛べるっていう、テレポートできるっていうスキルを持ってて、そのマーサヤちゃんが、そのバックに、テレポートしてたの。だから、で、そのバックしてテレポートしてたんだけど、私がバックバック、バック危ない、バック見てって言ったら、大丈夫、私がいたって言うんだよ。なんか、オールファイトみたいでさ、オールファイトいるとか思ってさ、あそこめっちゃおもろかったな、なんか。なんかあそこ積もっちゃったんだよな、私。私がいたとか言って。ミックス、ヨイちゃん、ヨイちゃんマジあったかかったな、ヨイちゃんの安心感やばかった。ヨイちゃんの、よいちゃんのサイファーマジあったかすぎたな。もう安心感どえこいし、あと声が好き、落ち着かんないよね、なんか。あとすごいなんか褒めてくれるしね、もこたんもこたん今日もなんかすごいすごかったよみたいな。しかもマップもすごい見れてて、ミックスの方はね、IGL 誰ってなんか結構難しかったけど、やっぱヨイちゃん、カルビちゃん、タイジさんが3人でやってた感があったよね。結構ヨイちゃんがね、これ A いけるかもとかさ、B いけるかもとか、結構言ってくれてたのが大きかった気もする。そう、ラークもやっぱ強い人がラークすると強いなって思った。私が使ってたキルジョイっていうキャラクターと、このヨイちゃんが使ってたサイファーっていうキャラクターは、役割としては一緒なんだよね。本当は私もラークって言って、一人でね、動いて情報を得るみたいなことしなきゃいけないんだよ、私も。でも私はできなかった、正直。そこまでの理解度がないから、ヨイちゃんみたいにうまくラークして反対側のサイトを取るとかはできなかった。もう困ったらフィジカルで解決。よくわかんない、これと取れてんのか取れてねえのかよくわかんないけど、とりあえずあそこに敵がいるから撃ち合おうみたいな。ちょっとレベルが違うなって思った。ちゃんと上手い人のラークは上手いなって思ったな。でカルビちゃんはね、数年前とかに普通にリスナーだったからコメントしたりしてたし、サクのお子さんってずっと呼ばれてたし、でもさっきのって覚えてもらえた。だから同じチームめっちゃ嬉しかった。カルビちゃん天才だよ、天才。トークも天才だし、なんかプレイも天才。マジで天才だよな、本当に。私がそのハルバロに出ようって思ったのも、ハルバロ1をめっちゃ見てて、カルビちゃん視点で見てたんだよね、私。だから、マガとかね、知ってたし、その1、1のネタね、1の時のカルビちゃんチームのネタなんだけど、それ。そういうのも全部知ってたんだよね。そういうのもあったから、なんか、嬉しかったね。一緒にいてめっちゃ明るくなれる人だと思う。いいこと思いついたっつって。私がここに飛んで見るから。いやでもね、マジエイム、対面のエイム強すぎるからな、カルビちゃんは。強かったよ。うちのチームのコーチはどちらかといえば、あまり口出しをせず指示を出さず、自由にやってもらって、まあ問題があったら修正するみたいな感じのコーチだったけど、
なんか JR 近高地のさのあそこ見たいな。いい高知。高知がねこれ見てくれてんだけどさ、これこれこれめっちゃ面白くない？これ面白くない？そんなそんななるそんななるちょここめっちゃここ好きすぎてちょっともう一回言いたい、もう一回言いたい。マジでいいコーチだったんだよな本当に。これもコーチがね教えてくれたんだよ。これもこんななるこんななる。もうでも一人でやるのもなんか耐えられないかもしれない。いやフルパっていいな、楽しいよなフルパって。責任も重たいけどさ、私ほんとフルパってやったことなかったから、マジで誰かと一緒に合わせることを覚えてしまったらソロやるの大変だな。嬉しいんだよね、やっぱ自分がさスキル入れてさ一緒に覗いてさキルしてくれたとかね、やっぱ一緒に取るラウンドっていいなって思った。いやマジなんかチームで勝ったかって楽しかったな、マジで。もうあの19対17の時なんかちょっと泣きそうだったもん私、内緒にしてたけど。